皆さんこんにちは、もりありです。はい、ということで今日は場所がないので事務所のトイレの壁、今日ハロウィン当日です。コスプレはしたいと思って買ってきました。ということで仮装していきたいと思います。はい、着替えました。いつまで経ってもトイレ。ということでこれからメイクをしていきたいと思います。右目だけこのコンタクトしていきます。これを使ってつけていきます。時間がないので、はい、ここからは実況していきます。コットンに水を含ませてタトゥーシールはこんな感じでつけていくんですが、自分で無理やり剥がさないでベロンって取れるまでひたすらビタビタに水で濡らしてください。で、次に今ね、あれを塗ってます。リップを塗り重ねてちょっと血のりっぽくというか、血をちょっとリアルに赤い感じにしてっています。で、リアルな傷に見せるために上から白いパフで押さえてます。で、左の半面は普通のメイクをしているので、ピンク系のメイク、ちょっと派手なメイクをしています。で、右はですね、赤と紫と黒とちょっと黄色を混ぜたあざを作っていきます。ここでリアルなメイクになっていきます。そしてスパチュラを使って傷メイクを作っていきます。この材料はメイクアップワックスでもサードディグリーでもハタムジェルでも何でも、固まるものなら何でも OK です。メイクアップワックスに関しては粘着力が薄いので、つけまののりだったりとか接着剤とかを使ってちゃんと接着させてください。で、切り傷が終わったらアイライナーとかアイシャドウとか何でもいいんですけど、黒で埋めていってください。で、こっちは普通のメイクなので、まあ、ブラウンとピンク、あとはゴールドをベースにしたメイクをしてってます。で、このチークをすごい派手にしないと、右の今度半面がもうすごいこんな感じでギタギタになってるので、ちょうどいい感じのバランスが取れないかなと思ってちょっと派手にしました。で、粗いスポンジを使って血をばらまいていってます。なった、すごい、10分メイク、すごーい、はあ、できた、できたよね、うん、はい、ということで出来上がりました。これから YouTube スペースのハロウィンパーティーに行っていきたいと思います。ちなみにこれもあります。ここで締めたいと思います。ではでは、私の2017年ハロウィンはこんな感じでした。では皆さん、せーの、おつはり、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンは私のこの指のセンターら辺に出しておきます。過去の動画は四角の中に出しておきます。Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。最後にハロウィンの写真を載せていきます。今年はなんと、やっと仮装コンテスト入賞いたしました。ありがとうございました。